はい、どうもコミです。さて本日もこちらケイスケ実況局さんとのフレンド対戦からお届けしたいというふうに思います。いや、やっぱりでも改めて、強かったですね。次は負けないぞというふうに思いますので、ぜひねリベンジ戦に臨んでくれるクラメン募集中でございます。さて本日のテーマはですね、ラバルですね。でラバルはね、我々関西クラクラクラブ側が結構頑張りました。でそれを見てほしいなというふうに思うんですけども、ですね、かなりね簡単にラバルを決める方法ってあるんだなっていうのを、ちょっとね私個人的に思ったところがあって、それをね話していきたいというふうに思います。これまずねちょっと見てほしいんですね。このキリショウさんのラバルがスーサイドラバルなんですけども、かなりね華麗で、どんな形になるかっていうと、ちょっとね一回止めるかな。ここをまずヒーローで壊していくんですね。ここをクイーンで壊していきます。クイーンで、でこっちに関してはロイヤルチャンピオンを当てていくんですね。ここにで投下兵舎突撃艦にする、これちょっとボマになってますけども、突撃艦を当てていくんですよ。で、まあ、こんな感じですよね。ロイヤルチャンピオン当てて、で、クイーンを当てていくと、まあ、こんな感じ。そうすると出来上がる村の形って、まあ、こんな感じになりますよね。なんで、ここに、バルーンを当てていくんですね。こんな風に。要するに直線作るわけですよ。スーサイドパート。ラバルを回す前に直線作っちゃうんですね。で、これをしちゃうと、確かにラバルって回すっていうよりももう出すだけだなって思って、で、おまけに今回で言えば、クロスボウなんか結構対地になってんじゃないですか、こういう風に。対地だから、これは、当然ね、ラバルやりやすいですよね。まあ、マルチインフェがここに1本あるけど、あとシングルインフェ2本なので、まあ、最終的にラバルのバルーンが残ってくればシングル怖くないしと。宝石機は2本あるんで、ちょっとまあ怖いですけどね。で、今のこのプランを実際どうやってやっていくのかっていう、その実行面を見ていきたいというふうに思います。ちなみに今日動画3本見てもらいたくて、1本目、2本目は簡単バージョン、3本目はこれちょっと難しいなっていう難しいバージョンの全部スーサイドラバル見てもらいたいと思います。さあ、まずはですね、これですね。バワヤンキングを出して、このタウンホールの区画の目の前の、壁の前っていうのを掃除していきますね。で、これやっぱね、ババキンの付け方としては非常に重要かなと思います。ババヤンキングって、スーサイドパートでやるべき時のパターンとしては、援軍釣らないこと。まず援軍釣っちゃダメなんで、釣ってほしくないんですよね。釣らないように使いながら、アーチャークイーンを壁の中にこう入れていきたいじゃないですか。入れていくので、壁の外側をこう破壊しちゃうんですね。で、破壊しちゃって止めますね。破壊しちゃって、アイスゴーレムタッピングしながらアーチャークイーンこの中に入れていくと、まっすぐ中に進みますよね。外にこう反れる要素があんまないじゃないですか。こういう状態を作るのに、バーバリアンキングで外装を舐めるようにこう、削っていくという感じですね。で、相手の、ヒーローとタウンホールを壊していくという格好で、ロイヤルチャンピオンでここですね、しっかりとフリーズをかけながら、中に入っていきます。で、こうしないとね、やっぱロイヤルチャンピオン、シングルインフェにやられちゃうので、そうならないようにフリーズをふんだんに使って、ここは止めていくという格好ですね。相手のロイヤルチャンピオンとタウンホールに関しては、アイスゴーレムの、氷の時間をうまく使ってこう処理していくという格好ですね。うん、ここまで非常にやっぱ順調で、まあ、こういうね、形のヒーローパートが展開できるってだけでもだいぶうまい、方の攻めのように見えちゃうんですけども、まあ、これの練習すらいけんじゃないかって個人的にはちょっと思います。あ、ボマーでした。ごめんなさい。豪華兵舎突撃艦かと思った。ボマーですね。まあ、ボマー出すことによって、無条件で1個大砲を削ったのか。失礼しました。ちょっとこれは私の解説ミスでしたね。ちゃんと見てなかったです。で、ボマーから出てきたのがライドラバルーンですね。しっかりとインフェルノタワー、マルシを削りながら相手のアーチャークイーンを処理。さらには、相手のアーチャーの大群もポイズンを使って処理していきますね。でもこの時点でもう残った、施設って完全に直線ですよね。こんな感じ。直線になっちゃってるんで、もうそこもバルーンが回っていくというか、もう押し上げていくだけですよね。しっかりと投石機のところでトームを使いながら、イーグル砲の着弾も、ね、トームで回避していくと。で、相手のクロスボウ全く機能しないので、そのままどん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 と、バルーンが押していきます。で、これもう一個ね、美味しいところがあるんですね。投石機って当然ながら、まあ、ラバルを使う上では非常に注意すべき、施設ではあるんですけども、ちょっとね、この村もう一回見てもらいたいと思います。なんていうのかな。このポイントって、かなりこのスーサイドラバルをこんな形で使うときに、スーサイドラバル全体かなを使うときに見るべきポイントになると思うんで、押さえておいてほしいポイントですね。まあ、逆に村を作るときには注意しなきゃいけないんですけども、まあ、このバルーンの大群ですよね。まだ村の防衛がカンストしてないというところもあるんですけども、まあ、それにしてもこんだけバルーンを残して、やっぱ序盤のスーサイドパートの削りがすごく良かったっていうことと、
あとまあバルーンを、ね、しっかりと、ね、生かすための、ね、村選びっていうのができてたのかなというところですね。まあ、それちょっと見ていきましょう。まずですね、今回の、ね、キーさんが攻めた時の私のちょっとね、独断と偏見も入りますけども、エアスイーパー無効化したいですよね。なんでこっちから攻めるかこっちから攻めるかということになります。で、おそらくどっちからでも良かったんじゃないかなというふうに個人的には思います。まあ、ただ、上側から攻めた理由は何でしょうね、分かんないですすいません、よく分かんないんですけども、ここもどっちもね同じなんで、この攻めは左右対称で多分展開できるんだろうなというふうに思いますね。で、まあ、こんな形でエアスイーパーが、向いてない方から攻めていこうというふうに考えたときに邪魔になってくるので、まずここですよね。ここに関してはマルチインフェルノプラス相手のアーチャークイーンがいるので、ここね、エアスイーパーがそんなに今ギリギリかかるかかかんないかぐらいじゃないですか、このインフェルノのところに。なんで、この範囲にアーチャークイーンと防衛軍が入ってくるので、ライドで処理できるなということで、ここをまず潰すと。で、ここに関してはキングで舐めていった上でクイーンを中に入れていくと、相手のギガインフェルノとロイヤルチャンピオンを潰してきますよね。で、ここまでは処理できますよという感じですね、ここまでは。で、残ったここ、ロイヤルチャンピオンを使って攻めていくという格好になるんですけども、で、こうした時に残るのがやっぱ投石機ですよね、投石機。で、この投石機、いや、怖いじゃないかと、そこにバルーンなんかね、突っ込んでいったら一気にやられちゃうんじゃないのっていうふうに思うんですけども、キーさんやっぱり、ね、よく見てたのはこの投石機の、攻撃範囲に対空砲があるんですよね。これどういうことかっていうと、ラバハウンドがこの対空砲についてしまえば投石機のダメージを延々と受け続けてくれるのでバルーンに行かないんですね。で、こういう村を結構選んでスーサーでやってる人多いです。本当にそれ私思うんですけど、やっぱ見るべきポイントって、ラバーハウンドとバルーンの部隊をいかに直線的に回すかっていうところ、まずこの1点目と、あとは、投石機と、の範囲に対空砲があるかどうか、要するにラバーでターゲットを取れるかどうかですね。そこのところが2点目。で、さらに、その狙っているラバールートを作るために、ヒーローパート展開するんですけど、このヒーローパートでこの相手の防衛軍、こいつを引っ張ってしまわないかどうかですね。これ引っ張っちゃうと、例えば中にラバーホンドとか、本来対空に反応したい防衛軍が入ってた場合に、それ損しちゃうので、まあ、空を掴んだらなるべく援軍は釣りたくないというふうに考えて、援軍を釣らない場所でヒーローたちを使っていくっていうね、考え方で、攻めが組めるかどうか、そこが、まあ、スーサイドラバルを使う時の大きな、見極めポイントになるんじゃないかなというふうに思います。もう一回ね、ぜひキリさんのアタック見てもらいたいと思うので、今の話を参考に初めから見てもらうのをぜひやってもらうと理解しやすいかなと思います。では2本目いってみましょう。これがですね、タウンホール12でした。同じ発想になってくるんですね。で、直線の形を作っていくという、まあ、パターンになります。これはもうカンスト同士の戦いですね。で、ウィザードで、ね、カットをしながらヒーローを今度は外周舐めるんじゃなくて、この部分にこう入れていきます。ここを、キングと、アーチャークイーンでこう壊していくんですね。で、最後バールーンと、ラバーのルートを作っていくんですけども、そこをどうやって作っていくのかと、まあ、順を追って見ていきましょう。まずは、スーパーウォールブレーカーで壁を開ける。やっぱりスーパーウォールブレーカーいいですね。使いどころが非常に美味しいというか。で、バワリアンキングを縦にしながらマルチインフェルノになっているので、ここに関しては全然、まあ、ヒーロー2体だったら怖くないダメージですね。で、相手のアーチャークイーン、これにしっかりと自分のアーチャークイーンが反応するかどうかが大事なポイントなんですけども、反応しましたね。で、これトルネードトラップも回避していくという、これは初見だったのかな。さっきの1本目のキリさんのは、確か初見だったと思うんですけども、エアスイーパーでもないな、トルネードか、もう回避できるのは非常に美味しいですね。で、さらにここ、相手の、マルチインフェルノの上のところに突撃艦を放っていって、中から一気に、ライドラバルーンを出していくと、これはクローンを使わずですね、このマルチインフェルノを追っていければいいなというところだと思うんで、追っていって、防衛説にやっぱり、ね、バルーン反応しますから、外側にバルーンが漏れないようなルートを作るということですね。で、これも、もう直線的なルートがこう出来上がっています。出来上がってるんですけども、まあ横からこうね、バルーンをこう、追加して出していってますね。ミリトさん。で、まあこれね、正直どうなんだろう。序盤こうやってもいいんですけど、こっから出す12体はなくてもいけたんじゃないかなっていうぐらいちょっとしますね。こんな感じで、外から外から出していって、こうバルーンを、まあ、こんな感じで囲うように出していくようなイメージですね。にしてるんですけども、どうなんだろうな、序盤に出す、バルーンを大量にしておいて、あんまりこうね、6時から出す必要なかったんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、多分僕より全然、ミントさんの方が多分スーラバうまいので、私に考えつかないところがあったのかもしれないですね。最終的にはこれでギリギリにはなるんですが、展開取っていけるという形になります。
で、まあ、この2本の攻めを見て、まあ、個人的に思ったのは、その、スーサイドパートですよね。あの、ヒーローパート。これでいかに、バルーンたちのルートを直線的に作っていくかっていうのがすごい大事だなというふうに思いました。まあ、よくね、L 字を作るっていうじゃないですか。今回のパターンっていうのも、L 字を作ろうと思ったら、まあ、こんな感じの L 字がなんか作りやすそうなっていう気がしますよね。ここを壊すんじゃなくって、こっちをね、こう壊して、じゃガスンと壊してバルーンをこう回すみたいな。でもそういうパターンを作るよりも、なるべくだったら、こう直線にしていってしまうっていうのは、まあ、非常にいい発想で、それができるかどうかっていうのを、特にこう、スーサイドラバル慣れてない人っていうのは、まず見極めのポイントにしたらいいんじゃないかなっていうのを、ちょっと個人的には思いました。で、そうすることによって、バルーンを回すというよりは、押していくようなイメージですよね。もう直線的にゴン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 、ゴリ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 、こう押していくようなイメージ。で、進めていくような形にしていくっていうのが、まあいいのかな、ということですね。そのために、さっきの特にここ、十二支方面、このアーチャークイーンとバーバリアンキングの動き、すごいやっぱりうまかったなと思って、こういう、その、ヒーローの、ここを壊したら次こっち行くだろうっていう、その読みですよね。そこのところをやっぱり磨くことっていうのが、そのプランニングと合わせてそのプランを実行する上ですごい大事で、それができてくると、あとまあラバルパートっていうのは、まあ当然村をね、今言ったように直線を作れるようなパターンの話を前提にすると、ラバルパートっていうのはもうほぼもう出すだけにできるのかなっていう気がちょっとしました。まあなんで、そのやっぱスーサイドパートとラバルパートって2つに分けて考えたときに、まあ、スーサイドパートしっかり練習しないと、いくらラバルパートうまく回そうと思ったところで、ラバルが回せないようなルートを無理やり回そうとする練習みたいな感じになっちゃうのかなと。であれば、まずやっぱりこのヒーローたちの動きっていうのがどういう風になるのかっていう、スーサイドの練習してからラバルに入る。そうですね。なおさら、まあ、仮に直線じゃなくて L 字になった時なんかでも、対応が効くような、形を作れるんじゃないかなっていう風にちょっとね、思った次第です。いや、うまい人のスーサイドラバルって本当にうまいですね。スーサイドパートが本当にうまいんだなっていうのがちょっとね、改めて分かりました。で、これをですね、次、もう一本見てほしいのは、こちらですね、カズドラキルさんのアタック。これもね、スーサイドラバルなんですけども、これはですね、正直言って難しいなって思いました。私はですね、自分だったら多分この攻めは、複雑すぎて多分まだレベル的にミスるなっていう気がします。やっぱりこれはラバル回しのそのパターンとかその手順っていうのを、まあ、体に染み込ませてるからできるんであってね、多分僕じゃ無理だなっていうのを感じたんですけど、まあそれもちょっと見てもらいたいと。でこのね、シングルインフレンションうまいですね。これキークさんも動画にしてましたけども、なんだスケルトンの呪文を1個出すことによってロイヤルチャンピオンにタゲがいかないようにして、こういうようにですね壊していくって、これすごいいいテクニックですよね。スーラパ使う方なんかはよく参考にしたらいいと思うテクニックだと思うんですけども、アーチャークイーンとキングも出していきながら、タウンホールはしっかりアーチャークイーンで処理しますね。スーサイドパートってやっぱタウンホールをヒーローで処理できるとでかいですよね。ここ確実にトームを使わされちゃうポイントになってくるんで、そのトームを別のところに使えるっていうのは大きいんですけども、さあ見てほしいのは今もうバルーンパート始まりましたよね。だけどこんな風になっちゃってですね、トライアングルになっちゃってるじゃないですか。これはね、やっぱり難しいですね。この中心部分をどう落としていくかっていうと、突撃感を当てていくんですけども、まあ、これ、あんまり細かいことはちょっと言わずにですね、まあ、上級者編のラバルだなっていうふうに思うので、ただまあ、やっぱりさっき言ったように、この対空砲のところで、投石のターゲットを取れる、そういう配置をやっぱりこのカズドラキルさんも選んでるっていうところは、1本目、2本目と、まあ、2本目は違うか、1本目のアタックと、キリさんのアタックと、まあ、共通するポイントかなと。いうふうに思いますね。で中心部は突撃艦バルーンでトームを当てて一気に突破していくという格好ですね。でもう、ラバーハウンドがいなくなってしまった投石機に対してはしっかりフリーズをかけて止めていくという格好になってます。まあ、やっぱりあれですね、今日の、動画の内容をまずまとめると、スーサイドラバルを使っていくかどうかの判断っていうのは、まあ、スーラバじゃなくて、まあ、クイヒーラバルとかもそうかもしれないですけど、投石機のターゲット範囲に対空砲があるかどうかっていうのが一つ、タウンホール13だと大きなポイントになるのかもしれないですね。で、そうなった上で、なるべくだったらマルチインフェルノタワーよりもシングルインフェルノ多めの方がやりやすいと。で、クロスボウが地上向いて
るともうなおいいですね。でこの3つのパターンっていうのが当てはまる村に対しては結構、ラバルって使っていけるのかなというふうに思いました。もう一回言うとあれですね、投石機のターゲット範囲に対空砲があるか、まずこれがすごい重要で、その上でシングルインフェルの多め、クロスボウ陸対地多め、この2つですね。でまあ防衛軍がやっぱり、ラバとかアイスゴレムなんかが入っていて対空に反応したかった場合も最高ですね。そうなった場合っていうのはスーサイドラバルをやっていく、村として見ていいのかなと個人的には思ったところがあるのと、あとまあその上でヒーローが、援軍を釣らないところでこう使えて、かつなるべくなら直線が作れる、まあ、こういったね、まあ、条件全部当てはまるのはまあ無理だと思うんですよ。無理だと思うんですけども、なるべく多くこの条件に当てはまるような村を選んでいくっていうのがやっぱり、このスーサイドラバルっていう攻めを成功させるポイントになってくるんじゃないかなというふうに思いました。なんでね、まずはやっぱり、スーサイドの練習しっかりやるべきですね。やるべきで、スーサイドの練習をしっかりやりながら、あとはなるべくラバルは難しい回し方をしない、タイミングここでバルーンをこのタイミングで出すんだみたいな、こういうのがねやっぱりねあるとどうしても難しくてミスっちゃうので、まあ、今回のねカツラキルさんみたいに本当にテクニックのある方とかだったらできちゃうのかもしれないけど、あの初心者、特に私みたいなねレベルのプレイヤーはまだまだそういうところにはいってないと思うので、一歩手前、あの直線をなるべく作れるような村を選びながら、さっき言った、防衛施設の条件というのをね、よく、チェックしていくのが、まあ、近道かなというふうに思いました。はい、ということでですね、本日の動画を終わりにしたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひですね、ケイスケ実況局さんにリベンジ、ね、3度目の正直やりたいと思いますので、一緒に戦ってくれるタウンホール12、13のプレイヤー募集しておりますので、よろしければぜひ関西クラクラクラブにもお越しいただけたら嬉しいです。では本日この辺りで失礼します。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。